血のパンツ、チのパンツとは、血のクロスと呼ばれる綿やポリエステルの生地でできたズボンの一種で、ある。略称は、血のパン、チの。血のクロスは、綿のツイル生地で、もともと19世紀中頃に、英仏の軍隊の制服に使われた生地である。作業着にも使われていることが多い。デニムと同じく右あやと、サーヤがあり、右あは、ウエストポイントと呼ばれることがある。 防水加工が施されているものもある。血のパンツは主にカーキ色、茶色、またはそれに類する色のものが多い。これは血のパンツの起源と言われているイギリス陸軍のズボンに由来する。イギリス陸軍のズボンはもともと白であったが、汚れやすく敵からとても目立った。そのため、インドに駐屯していた士官が土色に染めさせた。後に、 それが正式な軍服の記事として採用され定着した。チノクロスという呼び名の由来は諸説ある。スペイン語で中国人という意味のチーノから来ているという説。フィリピンでは戦争後これらの服装を着たのは中国人農民であり名前の由来となったとも言われる。その他に焼いたという意味を指すスペイン語の南米方言のチーノという言葉からできたという説。 1900年代にフィリピンに駐在していたアメリカ軍が軍服に使うためイギリス軍で使われていたカーキ色の生地をチャイナを経由して輸入したからという説などありがとうございます。